はい、どうも、こんにちは。ガクチャンネルのガクです。今日はですね、また、いつもの公園、ちょっと場所はね、ちょっと違うんで、風景違いますけど、いつもの公園にちょっと来てます。ちょっとね、なんていうかな、僕が結構ドローン飛ばしてたりなんかした時に、子供を一緒に連れて行った時にね、子供が結構やりたいっていうね、言うような、年になってきてですね、で、ただ僕が使ってるドローンちょっと触らせるのはね怖いなと思って、でまあ僕いろいろね、小型の、まあ、練習用のドローンなんていうのも、持ってますけど、なんか子供が簡単にね、使えるようなドローン、ちょっと一個ねどうかなと思って、こちらの方ね、購入してみました。やんね、これメーカーなんていうのかな、トムゾンなんかアマゾンみたいやけど、トムゾンでいいんかな、っていうね、メーカーの分で、アマゾンチョイスでね、になってて、まあ機体もね、これバッテリー込みで110何グラムしかない。あ、まあ こんな感じ乗せときます。測っときましたからね。はい、だからまあ気楽に飛ばせるっていうのと、ちゃんと技的も取ってるんですよ。これピンと合ってる、見えるかな、技的も取っててね。まあ比較的ちゃんとしたドローンかなと。まあ、機体自体はね、すごく、まあ、本当におもちゃっていう感じですよね。で、カメラも一応ついてて、ジンバルとかの機能はないんで、手でこうね、上下、こうやってあげるような、本当に、簡単に遊べる、まあ、ドローンということになってます。で、お値段もね、安いです。まあ、アマゾンリンクね、また下に貼っとくんで、また見てもらったらと思います。今の値段はね、今現在の値段はこんな感じ、このくらいの値段が相場になっています。はい、で入ってるものは、まあ、本体ね。でこれね、あれなんですよ、とりあえずね、バッテリーも2個ついてるんですね。バッテリー2個ねついてます。1100mAh3.7V ね、2本で、充電は、この USB からのケーブル、これで充電する感じになります。で、まあ、この手のやつね、結構スマートフォンと連動して、スマホでコントロールするやつもあるんですけど、これはもう物理的な、なんていうの、プロポが、ちゃんとついてます。で、これはね、乾電池、ね、電池です。単三3本、ね、単三3本になってます。だからやっぱりこのね、物理的なこの、なんていうんですか、このプロポね、やっぱりあった方がね、操作しやすいですよね。はい。スマートフォンだけでね、画面でこう操作するのにはちょっと限界があるんで、ね、ちゃんとついてくれてるっていうのと、で、スマートフォンをね、一応ここに、つけれるようになってるんですけど、ここはマックスでサイズでね、僕の、10S Max なんですけど、 iPhone のね、10S Max でこのなんていうかな、ケースつけてたらちょっとしんどい感じ、うん、ケースつけてなくてちょうど、もうギリちょうど、くらいです。だからそれ以上のサイズになってくるとちょっともう入らないかな、ここにはね、ということです。まあ基本的にはプロポと、機体だけでも飛ばせるし、スマホと機体だけでもつなげて飛ばせるし、スマホつなげて、コントローラーね、どっちもスマホコントローラーどっちもつなげて飛ばすこともできます。ただこいつ自体にはSD カードつけて録画機能全くないので、基本的に録画をしながら飛ばしたいとか映像を見ながら飛ばしたいっていうことだったら、スマホと、プロポどっちも、つなげて、スマホをここにつけて、飛ばすという感じになります。はい、そしたらあと入ってるものをねちょっとご紹介していきましょう。説明書が、2つ入ってます。会員説明書みたいなのは英語でね、書いてる分が、入ってるのと、でマニュアルね、マニュアルの方なんですけど、これはね、なんていうか日本語のマニュアルもあります。ここの中に英語とかいろんな、なんていうか言葉でマニュアルね、言語で書かれてるんですけど、日本語のページがちゃんとあって、ある程度ね結構詳しく、説明が、載ってます。
丁寧に書かれてる方だと思います。アプリの方の機能のやつもちょっとね簡易的に紹介があったりとかしてますけど、まあここら辺かな、こんな感じでね、アプリもね結構ね機能がいろいろあって、なんていうかな、多分ねこれ僕ちょっとまだやってないからあれなんですけど、 VR 機能っていうのもねあるんです。これ見えるかな、ここね VR 機能っていうのがあって、多分スマホをね、VR ゴーグル、スマホを搭載できるね、それにつけてやれば、なんていうかな、 VR こう飛んでるのもね、できると思うんですけど、まあそんなんがあったりとか、あと例えばピースしたらね写真撮ってくれるとか、まあそういう機能もね一応あります。ただまあこれはね本当におもちゃっていうか、僕はもう子供を遊ぶように撮ったんで、まあそんな機能はあんまり使う気持ちはないんですけど、まあ一応できるね。でただカメラもね向きはもう飛ばす前にこう決めて飛ばしてあげないとダメなんで、あんまりねそのなんていうかな、撮影用っていうよりも本当に遊び用だと思うんですけどね、この手のやつはね。はい、まあそんな機能も一応ありますね、機能的には。あと入ってるものはもともとプロペラがこうやってちゃんとついてるんですけど、替えの、プロペラね、このプロペラガードね、もうこんなとこなんでプロペラガードは全然つける、つけないですけどね、ついてます。一応ね入ってるものはそんだけで、ちゃんと入れる用のケースも、ついてるんで、まあ収納はもうその中に入れとけば問題ないかなという感じですね。で、今からね、飛ばした映像をちょっと見てもらおうと思うんですけど、今日これオズモアクションしか、持ってきてないんで、多分飛ばしてる映像をねこのカメラで撮ると本当に米粒みたいなのが飛んでるだけになっちゃうんで、なんていうかな、こいつね、こいつのカメラで撮った映像ね、一応スマートフォンの方の、映像になりますね、スマートフォンアプリの方の映像ね、そういうのをちょっとね、撮って、まあ、皆さんの方にね、見ていただけたらと思います。はい、ではちょっとまあ機体アップの映像だけちょっと撮っておきましょうかね。こんな感じです。一応ね収納するときはこうやって折れるんですよ。マビックとかと同じような感じなんですけど、本当に、外装はね、本当にペラペラのプラスチックみたいな感じ。ちょっと押したらへこむ感じもします。まあ、だから軽いんですけどね。もう 100g しかないからバッテリー込みでも。で、バッテリーここへ入れる感じ。こんな感じ。こんな感じね。カチンと。こんな感じね。はい。です。さっきねちょっとね飛ばしてみたんですけど、何回かね、モーターパワーはねやっぱりねそらそんなに強くないから、流れていった時にブレーキがこう逆方向かけてブレーキかけるのは結構しんどい感じはしましたね。スピードもそんなに出ないし、落ちても軽いから子供を遊ぶようにはいいんじゃないですかねこれね。はい、ということで、ではでは実際なんていうか飛ばしてる映像をねちょっと見ていただこうと思います。はい、じゃあね飛ばしていこうと思います。まあなんだかんだ言って一応ね、このカメラでも撮ってます。まず、これ電源を入れます。長押しですね。ですぐにプロポ電源入れて左のやつをこうね、左のやつレバーね、これを上下にちょっとやると、リンクがもうこいつと、つながります。で、スマホの方なんですけど、見えるかな？この専用アプリね、説明書の方に、リンクね、QR で載ってますから、それ読み取ってやれば、こいつを立ち上げると、こういう画面になります。ちょっと画面録画もしときましょう。ね。で、今これ、ワイヤレスLANつながってないんですけど、まあ、普通にあれですね、 iPhone のやつであいつの機体のね Wi-Fi につなげていきます。これちょっとねもうこっちでやっちゃいます。まあ普通に Wi-Fi の画面から機体のこうやつですね、トムゼンゾーンかな、でこれを選んであげて、
で、さっきのアプリね、戻してあげて、ね。で、開始ボタンポチッと押すと、まあ、これで、ね、これでもう、あれですね、つながったわけですね。今、カメラの、ドローンのカメラの映像が出ています。で、まあ、いろいろね、アプリの方は機能あるんですけど、基本的に、まあ、離陸自動でしてくれたりとか、まあ、そういうのとか、あと、ここの 100% って見えるかな、これ。明るすぎて周りがね。これが、スピードを決めれるやつなんで、まあ、これだと 100% の力で飛ばすってね。30%。まあ、子供とかでちょっとね、遊ばしたいなっていう場合は、ここら辺で制御かけとけば抑えれるかなと思います。ね。で、これで、ここへね、やるんですけど、これがもうケース、ね。ほら、もう こんな状態ですからね。ケースを、つけてない状態の 10S Max で、ちょうどギリギリくらいね。はい。じゃあ、飛ばしていきます。ね。上やれば、もうそのまま飛ぶ感じですね。こんな感じです。で、ちょっとまあ、ゆらゆらね、やっぱり、なんていうかな、しちゃう感じはしますね。ちょっと風があったら、ふらつく感じ。ね。でもね、今何も触ってないですよ。ホバリング状態ですけど、ある程度ね、やっぱ安定して飛んでくれるんで、子供、に遊ばすにはちょうどいいかなと思います。ね。ちょっとこう、やっぱり、横に移動した時に高度が下がっちゃうとかね。まあそういうのは、まあこれはどんなドローンでも大体ね、動かすとちょっと高度下がっちゃいますよね。はい。じゃあ、ここからはね、この画面の、映像をね、録画した状態でいこうと思います。これビデオね、ビデオのボタン、録画ボタンを押して。ちなみにここにもね、写真とか録画ボタンあって、ちなみにここでワンタッチで離陸とか着陸とかできたりとか、これ長押しするとね、羽が緊急着陸っていうか、モーター止まるんですよ。だから何か当たりそうなんて危ないと思ったらこいつを長押し、まあ、ちょっとやってみますか。長押し、そうすると落ちちゃう。あ、なんか取れたかな。足が取れたかもしれない。足はね、刺してるだけなんですよ。ね。こんな感じで緊急着陸させるっていうこともできます。じゃあ、ちょっとね、多分電源切れちゃったと思うんで、もう一回入れ直して、次はあいつの映像をね、見てもらおうと思います。ではでは。はい、どうも。全然無傷でしたね。やっぱり足のところも刺してるだけなんですよ。だからもう簡単に、それが取れただけでした。じゃあ、行きます。ね、離陸させていきますよ。次はね、よし、このボタンでいきましょうか。ね、このボタン一回ポチッと押すと、こういう風に、自動で離陸をしてくれます。勝手に飛んでいっちゃいましたけど、今僕何も操作してないですけどね。まあ、こんな感じです。では、ちょっと飛ばしていきます。
感じとしてはやっぱりね、モーターパワーがあんまりないので、ブレーキとかはちょっと効きにくい感じです。スピードはね、まあどうなのかな、まあ程いい感じ、速すぎず、でもね、まっすぐね飛ばしていくとね、そこそこはスピード乗ってきたらね、そこそこスピード出ちゃうんで、そういうとこ気をつけないとダメかもわかんないですね。じゃあちょっと今 100% なんで 30% にしてみましょう、パワーね。これで結構遅なったんかな。これモーターパワーのはずなんですけどね。なんでしょうね、そんなに変わった感じがしないな。変わった感じがしない。ちょっと遅くなったかな、やっぱり。ね。はい。でもね、まあまあ、なんていうかな、操作の練習にはいいんじゃないですか。音もね、そんなにうるさくはない。どうでしょう。どうですか。ね。はい。上はね、どのぐらい行くかな。真上に上げていってみましょう。今日はね、風がほとんどないですね。ほとんどない。コードがね、コード系はね、これね、コードは出てないですね。機体のとこには出てないでね。まだいけると思いますけど、ちょっと怖いからもうこのくらいにしときますね。多分ね、Wi-Fi がね、これ Wi-Fi だと思うけど、切れちゃうと多分どっか行っちゃうんでね。ああ、でも上空に行くとね、ちょっと風がやっぱり微妙に吹いてるんだと思うんですよ。モーターのパワーがね、やっぱり弱いんで、風に流されちゃうと、勝手にどっか行っちゃうパターンですね。あんまりだから遠くにやらない方がいいですね。あくまでもやっぱり近くを飛ばしてこう操作の練習する、ような感じの用途に使ってもらえたらいいかなと思います。はい、戻ってきました。ちょっとね、風に流されてね、若干やばかったですよ、今も。ふらふらっていうか、思いっきりね、プロポでこっちに戻してこようと思って、操縦するんですけど、なかなかね、戻ってこない。うん。そうですね、そこまでね、GPS 拾ったり、なんていうんですかね、その、今のやつでこんなやつでも GPS ついてて、結構安定しすぎちゃうやつもありますけど、程よくね、ふらついてる感じ。まあ、だから練習になるっていうことかな。まあモーターパワーがもうちょっと欲しいかな。まあこの値段でそんなこと言ってても仕方がないんですけどね。8の字書いてみますか。パワーがないからね、なんていうか旋回するのがしんどいな。旋回した時にね、流されていく。あたたー。はい、落ちました。ちょっと回収していきます。はい、どうも。ドローン回収してきました。全くの無傷ね。やっぱり軽いから全然ね、そんな落ちてもなかなかね潰れるっていうこともないですよね。でここの足はね、よくさっきも外れたんですけど、本当に刺してるだけなんでね、こんな風にね、プラモデルみたいな感じで。あ、こっちが抜けてる。さっき多分落ちた時抜けたんでしょ。落ちたとこ探してきます。まあこんな感じでね、多分足くらいだと思います。抜けるとしたらね。まあ相当なんかこう、アスファルトとかそういうとこに落ちちゃうとね、この外装なんか薄いプラスチックだと思うんで、割れたりとかすると思うんですけど、まあ大体こういうね、公園とか土のところで、飛ばすことが多いとは思うんで、まあでも人によるか。駐車場とかで飛ばす人もおるかもしれない。
だあのできれば柔らかいところがいいですよね、地面はね。はい、ということで、で1本ね、これ電池ね、確か、12分くらい持つんかな。12分だったと思います。12分ね、くらい飛ぶんで、だから2本ついてくる、あの来るんでね、だからまあ、30分弱くらいはあの遊べる、感じになります。だからまあ片方ね飛ばしてる間、片方また充電しておいてもらってもいいと思うんで、充電はねどのくらいで終わったかな、ちょっとねどのくらいで充電できたかが微妙に、僕も適当に充電しちゃったんでね、あれなんですけど、まあやっぱり充電はちょっと時間かかるかなと思いますけどね。はい、ということで、あの今日はね、まあとりあえず僕があの子供用にね、僕が飛ばしに行った時に子供が暇すぎてね飽きちゃうんで、まあちょっとね、飛ばせるドローンを買ってみたというね、ご紹介でした。またあのいろいろねドローンネタも、もうでもこういうところでたまにね、練習には来てるんですけど、同じところの映像ばっかりね、ドローン映像を見てもらっても面白くないんですよね。だからあの新たにねどっか旅行本当はね、ちょっと遠出して行ってなんか撮影とかもしたいなと思うんですけど、何せ昨今ね、コロナのあれであんまりこう気分的にね、旅行に行こうっていう気分に僕がなってないんでね、もうあんまりあのなんていうかドローンの映像出せてないですけどね。はい、まあたまにここには来て練習したりはしてます。まああの暇って言うたらあれやけどね、そのくらいしかあのできないからね。はい、ということで、またねいろいろ、これからもね、やっていきますんでよろしくお願いします。そしたら、今日は、僕が買った子供へのドローンのご紹介でした。さよなら。